朝飯までごちそうになっちまって。田舎ゆえ大したもてなしもできぬが、よく休めたようで何よりだ。おかげさまで久しぶりに朝までぐっすり眠れたぜ。なかなかいいなこの部屋。静かだし。好きなだけ泊まってくれて構わぬぞ。それはありがたいけどよ。部屋も余っている。急ぐ旅でないのならゆるりとしていくがよい。あ、このご時世に太っ腹だな。おかわりいい？他がどうだか知らぬが、ここは静かなことだけが取り柄の山里。豊かとも言えぬが、決して困ってもおらぬ。あ、どうも。我らがこうして暮らしてゆけるのも、すべて天の恵みと思うておる。どうしたら居座れるかって考えてたのによ。まさかあちら様からお誘いがあるとは思わなかったぜ。鬼神は逃がさない。今度は初めからでっかいやつが襲ってくるかもよ。それでいい。それじゃ、おいらは里で話を聞いてくれ。尼さんと焼けた寺のことも気になるし。さ、兄貴は？サバメを見張る。そっか、無茶はすんなよ。あのおっさん操られてるだけかもしれないし。見た目は不気味だけど、人は見かけによらねえって言うしな。地獄編の巻。忙しい時によ。いいってことよ、お互い様さ。わたた、おいおい、気ぃつけてよ。まったくだ。これで今年も冬を越せるね。本にありがたいね。もう一働き頑張って。やるべやるべ。みんなご苦労さん。一休みしてお湯でも上がれよ。ありがてえ。まあ普通の村だよな。おお、ん？イカスヤグラだね。ばっちゃん、知らない子だよ。おーい、お団子あるよ。おいら？そうかい、あんたサバメ様のお客さんかい。ああ、オイラみたいなよそ者を止めてくれるなんてさ、ほんとありがたいよ。あ、お団子。はい、どうぞ。すまねえな。おう、まそうだ。サバメ様はな、いつでもこの里のことを一番に考えてくださるんじゃ。わしらがこうして暮らしてゆけるのも、すべてサバメ様のおかげなんじゃ。へえ、偉いんだな、あのおっさん。ほら、おっさんとはなんじゃ。あ、いや、ごめん。そういえばさ、この村に来る途中に焼けた寺を見たんだけど、ばあちゃん知ってる？さ、行くよ。ええー、さーて、お天道さんが高いうちにもう一仕事やっちまわねえとな。でもばあちゃま。さ、行くんだよ。でもあたい。
私はこの場所が好きでな。里を見渡せるこの場所がな。怪しい。村の外れの林の中にこんな立派な蔵があるなんて。怪しい。やっぱり怪しい。なんか訳ありかな。秘密のお宝隠してたりして。そして不用心。なんだよ、ただの米蔵じゃん。いや、さすが働き者の村だ。腹いっぱい食えれば心も穏やかになる。食うや食わずの身の上でそれでも志を貫けるのなんてほんの一握りだけだからね。しかしよく溜め込んだよな。オイラの懐には大きすぎるや。わっ、あれ、これって秘密の扉かな。ああ、こりゃ明かりがないと何も見えないな。そりゃそうだ。うわっ、何しやがんだ。すまねえな。里を守るためなんだ。ここは我が祖先が代々守ってきた土地でな。ここで生まれ、ここで育ち、領主になって今がある。他の場所を私は知らぬ。旅人のそなたには及びもつかぬことやもしれぬがな、この里が私の全てよ。何があろうと私はこの土地を守り抜く。そなた、この土地に住まうあやかしを打ちに来たのであろう。そうだ。打たせはせぬ。あやつらもわしが守らねばならぬ民なのだ。おい、ふざけんな。出せ、出せってば。なんだよあいつら。あいつらやばいよ。早く兄貴に知らせなきゃ。なんか明かりになるもん見つけなきゃ。おいおい、これって兄貴！このご時世だ。我が里も地獄の中にあった。戦場から逃げ落ちて野伏となった者どもが戦うことを知らぬ里を襲う。守り手を失った電波だは獣や虫に侵されて飢えを生み、民たちは互いに奪い合う。そんな地獄で私は出会ったのだ。あやつらにこの地にて我らが生きることを許されるならば、必ずこの地を守り抜かん。まやかしでも構わぬと思うた。我が民がこの地獄から抜け出せるのなら、私の心など売り渡してもよいと思うた。あやつらは野伏を喰らい、獣を殺し、私との約定を守り、里はよみがえった。そして私はあやつを妻として迎えたのだ。一つ聞きたい。そなたはなぜあやかしを切るのだ。くそ、お前らに食われてたまるか。ちくしょう。うわ、やべえ。
が何を守ろうと関係ない。俺は鬼神を切る。切って取り戻す。全部。お前、オイラのこと。ドロロ優しくしてくれた。だから助けてあげる。それともみんなのためだ。悪く思うでねえぞ。そんなのってあるかよ。里のため、そんなの。ドロロは優しいのね。ありがとう。泣かないで。急がないとマイマイオンバの子が目覚めてしまうわ。私についてきて。所詮流れ者にはわかるまい。ようやくこの子らも目覚めた。貴様にはこの子らの餌になってもらおう。寺の尼さんと子供たち、みんなあいつらにやられたんだ。あれは、あ、燃えてる村の方。そうだ、米蔵で下に落とされて、そしたらあの虫が襲ってきて、オイラは食われそうだったんだけど、あのでかい赤ん坊みたいなあやかしに助けられて。でね、あのあやかしは殺された子供たちで。兄貴、聞いてる？ああ、油も見つけたんだ。寺を燃やした油だよ。同じ匂いがしたから間違いねえ。オイラが使えないようにしといたけどな。うわっ、サバメ様、里の蓄えが全部燃えちまった。これじゃ冬を越せねえぞ。サバメ様、どうすりゃいいんですか。この冬俺たちどうすんだ。そういや、石のとこにはまだ収めてねえ稲が一山あったんじゃねえか。石の矢燃えてねえぞ。ふざけるな。あれはオラの米だ。おめえ独り占めする気か。おい、サバメ、どうにかしろ。火つけたのはサバメ様の客らしいぜ。
湖に。うん、子供のあやかしがそう言ってたけど。兄貴、兄貴、なっちゃうんだよ兄貴。オイラたちどうすればよかったのかな。オイラたちが来たからこの村はこんな。関係ない。鬼神の何匹か切ったところで世の中何にも変わりやしないよ。兄貴は鬼神を殺せばそれでいいんだろ。答えてくれよ。こんなのやっぱおかしいよ。これじゃ兄貴も同じになっちまう。やっ！まだ片方の目では間合いがつかめませぬか。いや、もう一度だ。俺には関係ない。ドロロ、兄貴、もうちょっとオイラの話聞いてくれたっていいじゃないか。兄貴のバカ。よう、ドロロ、久しぶりだな。ダチか。釣れないな。ずいぶん探したんだぜ、お前のこと。相変わらずチビだな。うるせえ。じゃーん、見せてもらうぜ。お前が持ってる残りの半分をよ。